我らのヘルガイム・キルドの約束を守ったと見えるな。行きましょう、レナへ。ああ、例の転移機能とやらを試してみよう。かしこも妙な感じの海が広がってるだけだ。これがヘルガイム・キルの故郷なのか。精霊力を全然感じない。死んでるよこの世界。これは全て虚水だ。まさかこの海が全部世界全部を覆うほどの巨水？それってレナの精霊がこの世界の精霊力を取り尽くしちゃったんだ。それでダナを。美しいが死の世界か。きっと昔はダナと変わらない世界だったんだと思う。でも長い間精霊が精霊力を取り込み続けたせいでこんなになっちゃったんだよ。生き物だけでなく大地や海あらゆるものから奪い続けたのか。ヘルガイム・キルは自分たちの世界がこんな風になるまで精霊に仕えさせられ続けたのね。それどころか今も自分の世界を食い尽くした挙句今度は私たちの世界を食らおうとしているのだな。止めない限りダナもこうなっちまうのか。そして最後にはこのレナのかろうじて残っている部分さえなくなるのかもしれない。ああ、それがシオンやネビリの見た破滅なんだ。あそこから降りられそうだ。行ってみよう。これがレナ。全てがここから始まったっていうの。死の世界だなんて。こうはさせない。させてたまるか。